変わっちゃいました。おじゅーまおじゅーまおじゅーまよいしょ。大輝です。お久しぶりです皆さん。今日はですね、10代の時に、ね、初めてギターを買ったんですけど、それぶりにギターを買いに来ました。イエーイ、行ってみよう。私買っちゃいました。買っちゃいました。おじゅーまおじゅーま。はい、どうも。お家に帰ってまいりました。本日はですね、もうようやく5年ぶりとかに買ったギターを紹介していきたいと思います。開封していきたいと思います。パチ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 。さあ、じゃあもう目の前にあるんで紹介しますね。こちらです。よいしょ。はい、これですよ。ガチガチのハードケースですね。じゃあちょっと開けていきたいと思います。これを持って帰るだけでね、相当あの腕が筋肉痛になったんですけど。うわ、かっこいい。ハードケース初めてだ。ここにもあるロック。ちゃんとね、暗証番号とかもできるようになってるんで、後で設定したいと思います。じゃあ、開けますね。オープン。よいしょ。あ、待って。引っかかった。じゃあ、開けます。オープン。よいしょ。わお。やばいね。かっこよくないですか？もうこれ正直一目惚れでした。サーのストラトキャスター SSH ですね。昔からやっぱりね、目を引かれてたこのヴィンテージ系の、まあ、これ一応新品なんですけど、ダメージ加工の入った、あと僕金が好きで、ゴールドですか、ケグヤピックアップも全部金ピカに光ってて、あとこの黒ですね、黒塗装がかっこよくって、ちょっとこれはもう買わなきゃダメだなと思っちゃって、一応ね6時間かけて7本ぐらい試奏したんですけど、これがもう一番良かったです。じゃあちょっとね、この後はレビューもしていきたいと思います。はい、それではこちらです。超かっこいい、やばい。ああ、見てくださいこれ。こちらが、サーのですね、なんだっけ、サークラシックアンティークっていうギターになります。輝いてますね、もう見た目がやばい。じゃあ音はどんなものなのか検証していきたいと思います。じゃあまずは、フロントから、まあ、クランチでなんとなくやっていこうかな。もういい音でしょね。一応本日ケンパーで鳴らしてます。ジャン・レイっていう、リグ使ってますね。センターとフロントのハーフトーン、おー、だいぶ雰囲気変わるよ。
いいね、こんな感じだね。レッチリとか弾きたいね。じゃあセンター、で、まあ一番のポイントはですね、このハムバッカーなんですよ。僕は一本のギターでいろいろやりたくて、もう何の、どんなジャンルにでもついていけるようなギターを基本的にしかね、持ってなくて、ずっともう何年間も使ってるこの PRSR にシングルも、ハムもいけて、まあ、万能だったんですけど、これも万能型っすね。ここで、はい、激しいロックもいきますよ。今さっきみたいな、こういう、なんだろう、レッチリっていうか、カッティング？から、ね、わかる？ちょっと、じゃあディストーションライクな感じにしてみようかな、サウンドを。ほら、もうこんなに歪むんですよ、このストラトキャスターでも。気持ちいい。もちろんフロントとかにしてもこの歪みに対応します。フロントでもいい感じの音出ます。もっと歪ませてみようか。これでガンガンに歪ませて、おー、ファズぐらい歪ませてるんで、多分ですけどあれいけます。俺の大好きなジョン・フルシアンテのフレーズが弾けます、フロントでもね。皆さんこんなのいきますよ。はい、時間を忘れてちょっと動画のことも忘れて弾き続けてましたけども、こんな感じですね。いやー、さあ、めちゃめちゃいい。どうですか？似合ってますか？まあ、なんでだって50万しましたからね。本当に。まあそうね、50万のギターが似合う男に、なれるよう頑張りますんで、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。かっこいい。それでは、大輝でした。またねー。